戦状態、サッカー山田です。あのね、あの、帰国して、はい、あの、3日間隔離終わって、検査は陰性だったんです。はい、はい、何ですか？あの、もしもし？もしもし？はい。あの、はい。3日間、あの、海外から帰ってきて隔離して、あの、3日間あるじゃないですか。3日間。はい。それでね、今、はい、昨日帰ってきて、はい。今日電話あったら、陽性者が乗ってたらしいんですって、近くの2列以内に。どこから電話があったんでしょうか？その、厚生省です。厚生省から連絡があった。はい。はい。で、検査ってしてもらえるんですか、それで。検査というのは、あの、厚生省はどういう連絡があったんですか？いや、もうそっち側に電話してくださいって言われたんですけど、その。どっち側にということですか？この電話番号に連絡してくださいって言われたんですけど。それだけですか？まあ、連絡は伝えてますとは言うたんですけどね。え、伝えて、厚生省がこちらの方に連絡してくると。はい、ああ。それでこちらに連絡してくださいと。はい。いうふうに言われたということですか？はい。はい、あの、大阪証券所に厚生省から、あの、その情報が伝わってると。はい。いうことなんですね。うん、お名前教えていただけますでしょうか？足立慎です。足立慎様ですか。ご住所はどちらでしょうか？大阪市北区、日野口町。はい、何町ですか？日野口町。